セコノウツ。セコノウ。ラウンド2、ラストラウも結構当ててましたし、まあ、グラウンドも結構しっかり対応してたんで、そうですね、でも井上選手がバックを2回ぐらいついてたんで、はいはい、そこもちょっと、はい、
まあ、ペースを握ってた握りそうだったって言ってもまあいいと思うんで、そうですね、まあ、結構イーブンぐらいだと思いますね。まあ、特に画面捉えていますけど井上選手はこう我慢の戦いですもんね。そうですね、こう本当に風貌とかイメージそのままで我慢して我慢して基本に忠実に戦っていくというこの戦いはフェザー級の一戦、次が最終の第2ラウンドとなります。セカンドラウンド、ラウンド2ラストラウンド。さあ最終の第2ラウンドになります。ピンクのスパッツが滝田J太郎、そして頭を丸刈りにしているのが井上学。井上は現在フェザー級ランカーでもあります。フェザー級ランキングが4位。そのまま立ち上がります。そしてまた腕には絡んでいます。まあ、1ラウンド武田選手が何度もこれ視点にして転がしてましたね、はい、これを引き抜いて右、またバックを狙ってますね、うん、あの新井選手から解説あったのがその1ラウンド何度かバックを取り始めていると井上選手が今膝入りましたね。あ、今武田選手自己申告なんですか。自分の指が目に入っちゃったと、はい、とっさに余っちゃいましたね。ですね、さすが大人ですね、35歳。これでもまた井上選手も逆にアピールするわけでもなくて、ね、彼らしい感じがしますね。ああちょっと今ドクターチェック入っています。この井上選手は普段はこう度の厚い眼鏡をかけていて、すごくこう街中にいると本当に埋もれちゃいそうな感じのイメージの選手なんですけどね。ちょっとこうのび太くんとかあの稲荷くんみたいなイメージの選手ですね、はい、さあ試合再開です。右のパンチ、これかぶせていくように打っていったのが左でした。今度は滝田右のフックから左につなげていく。おお、独特、まっすぐってスッと膝をつくように片足のタックルに行く。しかしここから先ほどからリストをうまく、このクラッチしながらここを視点に返していきます。その先を行ったか、立ち上がりから膝完全に取れた、膝打ち抜いた、これは見事。一連の動きの中から引き込むような形で膝、ちょっとタイミングでしたね。今ちょうど我々の実況席の目の前でしたね。2ラウンド1分16秒、膝蹴りで井上を沈めました滝田J太郎。今新井選手からタイミングだっていう話がありましたが、はい、今こうもつれ際の立ち際のタイミングの膝だったんで、本当、まあ、いいタイミングで出された感じですよね。これやっぱりこう攻撃がこう流れてつながってるんですね。そうですね、一連でしたね。まあ、井上選手はタックルに行きたくて、顔を下げたところに滝田選手の膝が待ってたみたいな、はい、まあ、ある意味ああいうところにしつこくどんどんついていくところも井上選手ですもんね。そうですね、らしいところ、はい、まあ、それがアダになったみたいな、はい、これはでもなかなか見応えのある戦いでしたね。そうですね、お互いの持ち味が出たと思いますね。勝利は画面捉えています、滝田J太郎、和術研修会東京本部所属です。ランカーの井上学を下しました。さあまた混沌としてきたフェザー級戦線です。